ミセスグリーンアップル新章開幕。ただいま。3人組ロックバンドミセスグリーンアップルが活動休止期間を経ておよそ2年半ぶりにライブを行いました。新体制となり新たに動き出したミセスのメンバーにインタビューしてきましたよ。ミセスグリーンアップルの皆さんといえば、目覚まし土曜日のですねテーマソングを2019年に担当していただきまして、はい、そんな中でラビニュー当たり前に目を入れめくるめく時代の中タレを見せに活動休止期間を経て大きくやっぱりビジュアルも変わったのが気になるんですけども、心境の変化っていうのがあったんですか？休止中にね、はい、あの好きになってくださった方とかがすごく多いので、はい、逆にだからフェーズ2はそもそもバンドっていうものなんだけど、そこの枠組みだけではなくてより自由なエンターテインメント表現ができたらいいなっていうふうに考えていたので、自然とじゃあビジュアルも今までやったこともないような感じでちょっと間口広くやってみようかみたいなところから始まって、このタイミングでそういうお遊びをしてみようかなと。そしてミニアルバムに収録されているダンスホール、はい、キレッキレのダンス。いつだって大丈夫、この世界はダンスホール、君がいるから愛を知ることがまたできる、大好きを歌える。結構練習したんじゃないですか？実は活動休止中に3年のスタンプしてダンスをプロの方に教わったんですね。経験者なのかなって思ったんですけど、休止期間このだから約2年の間ですね。初めてだったんですか、はい、ダンスに挑戦したのは？これから先もバンドの枠にとらわれないエンターテインメントを出していけたらなというふうに思ってますね。再始動したミセスグリーンアップル、この夏バーチャル冒険ガイダントの目覚ましライブに出演します。楽しみですね。そうですね、はい、以上お目覚めエンタサタデーでした。